誕生日のお祝いにみんな集まってくれたんです。とびっきりのステージにしなくちゃ。お誕生日おめでとうなのです。箱崎さんの努力をファンの人たちも私たちもずっと見てきました。これからも一緒に頑張りましょうね。姫もセリカちゃんの成長をビシバシ感じたのです。とびきりワンダフルなバースデーだったのですよ。千早さん、まつりさん、ありがとうございます。私これからも頑張りますね。違ってフィルムの写真が撮れるんですね。